させねえよ。さあ、舞台は整った。あとは。彼だ！また貴様か。奴らの誘いには乗らなかったようだな。いいだろう。最後に別れくらい言わせてやる。愚かだな、カルナ。時は来た。なんだこれは。ゴーマ地帯のマナを集めているのか。ち、なんて魔力だ。さあ滅びるがいい。私を裏切った愚か者たちよ。させねえよ。術式が存在された。私の首飾りがもう一つだぞ。ご無沙汰。こいつのマナ。あなたは。ああ、細けい説明後回しだ。見ろ。マナが落ち着いていく。ここまでか。残念ながら失敗だな。だが忘れるな、我々はクローバー王国を許さない。貴様らを滅ぼすその時まで。私の復讐は。まだ赤い月は消えていない。あなたれ、カルナは何て言ってた。俺に殺してくれって。できるか。できるわけないだろ。やらなきゃカルナの親父がみんなを殺す。カルナの体を使ってな。カルナはてめえの仲間だろ。そんなひでえことさせていいのか。させるわけにはいかねえな。言われなくてもみんなそのつもりだ。この前、私自らの手で魔法を破壊してくれ。そんなこと絶対にさせねえ。カルナ、
お前の願い聞いてやる。久しぶりだぜ、全力を出すのは。久しぶりだぜ、全力を出すな。久しぶりだぜ、全力を出そう。行くぜ、まだ戦える。行け、今よ。機嫌を叩ける。闇まとい、逃がさねえぜ。相手にならねえな。限界か、小僧ども。まだだ。諦めないのが俺の魔法だ。今ここで限界を超えるんだ。
行け、小僧ども。お前なら使えるだろう。同じ俺なんだからな。同じ俺？そうか。風創生魔法、空神の村雨。水創生魔法、海竜の水まり。闇まとい無明義。よ、私どうして？こいつでちょっとな。で、悪いんだが、お前の首飾り渡してもらえるか？そうですね、こんなものない方がいい。いや、それは必要なんだよ。え？お前と一緒にこっちに来た俺が14年前に帰れなくなっちまう。え？嘘、あなた闇なの？代わりにこっちを持っていけ。もう魔力が尽きてただの首飾りだが。元の時代に帰りてんじゃねえのか？いいのよ、帰っても何もないもの。そっか。じゃあ私行くね。ああ。あ、なんだ？そのいろいろありがとう。行かねえのか？ねえヤミ、私と一緒に来てくれない？やだ。どうしてよ？いや、年下はちょっと。いて。ねえヤミ、あなた好きな子とかいないの？あ？なんだよいきなり。その私とかどう？いや、年上はちょっと。年上でも年下でもダメとかどうすればいいのよ、バカヤミ。ありがとう。カルナが生きていることをガキの俺に伝えることはできない。それはカルナを助けるために必要なことだったからだ。
あいつを死なせたと思って建てた墓にあの首飾りを埋めたことも、その後もっと強くなるために修行の旅に戻ったことも、バカばっかりだが新しい仲間を見つけたことも、14年前に味わった苦い思いが今日という日につながっている。だから闇団長、元気でやれよ。